多いのですが、ざっくりと以下の2つです。1遺伝によるもの、熟成禁止は遺伝します。熟成禁止については後で説明します。に知覚を見すぎることで起こるもの、読書やパソコン、携帯、スマートフォン、DS などを長く見続けている生活を送っていると禁止が進みやすくなります。ただしこれについては異論を唱える眼科医もいます。禁止の種類、から禁止には2つのタイプがあります。1熟成禁止、本当の禁止、治らない禁止です。熟成禁止は一般に言われている禁止のことです。普通禁止といえば熟成禁止のことを言います。熟成禁止とは目軸と言われる目の縦軸が伸びてしまって長くなった状態の禁止のことです。目の一番底にある網膜、カメラのフィルムが後にずれているため遠くのものが網膜、カメラのフィルムに映らなくなってしまうため遠くのものが見えなくるのです。に屈折性禁止、下性禁止、他、治る禁止です。屈折性禁止とは目の前に肩にある水晶体と言われる凸レンズがあります。近くを見るときはこの凸レンズが大きく膨らむことで近くにピントが合うのです。近くを見続けることで水晶体が膨らんだままになってしまい、緊張状態、遠くのものが見えなくるのです。ただし屈折性近視は水晶体の膨らんだままになっている緊張状態のは一時的なものでやがて元に戻ります。緊張が解ければまた視力は回復します。この水晶体の膨らんだままになった状態を治すお薬がミドリン、サンドールといった目薬なのです。したがって熟成近視は目の縦軸、すなわち奥行きですね。目の奥行きが長くなったために起こる近視なので、一度長くなった奥行きが短くすることは難しいのです。レーシックは瞳、角膜、を削って近視を治しますが、目の奥行きは長いままです。一方屈折性近視は水晶体が一時的に膨らんだままになったために起こる近視なので、膨らみがやがて元に戻れば近視が治ります。よく視力回復センターや視力回復法で治ったと言っているのは全て屈折性近視の患者さんです。視力回復法や視力回復センターの経営者たちは屈折性近視と熟成近視の区別なく治療しています。彼らは熟成近視が治らないことを知っています。熟成近視か屈折性近視か調べられないのを良いことにわざと一緒くたにして区別なく治療します。結果、もともと屈折性近視の治った人だけを宣伝に使い、患者さんを集めているのです。熟成近視の治らな患者さんは当然放置です。屈折性近視か熟成近視かを調べるのは、眼科で目の奥行き、目軸を測る検査をしなければわかりません。近視の原因について再度お話しします。多くの議論がありますが、最も大きい原因は遺伝的要因、熟成近視です。この遺伝的要因で進む近視は残念ながら避けることはできません。遺伝的要因、熟成近視が現れてくるのは多くは6歳以降です。生まれた時から近視で生まれてくる赤ちゃんはいません。大半が小学校入学以降に遺伝的要因、熟成近視の近視は出現してきます。遺伝的要因以外の近視原因としては、近くのものを見ていることによって生じる調節緊張状態が過度に続くと、ピント調節力の使いすぎ、調節緊張状態を解消しようとして、結果、目軸が伸び近視や近視進行の原因になると言われています。少し難しいですね。わかりやすく言うと、読書やパソコン、携帯、スマートフォン、DS などを長く見続けている生活を送っていると、近視が進みやすくなることがあります。近くで物を見る状態を長時間続けると、近視が進行しやすい。携帯や DS などのゲームは30分以上休憩なしに続けないようにしましょう。